うわ、リーいっぱい、ありがとう、そんないっぱいいっぱい、バラありがとう、元気だよ、ちゃんと元気だよ、大丈夫、ありがとう、ハートありがとう。なんかさ、すごい声ガラガラしてね、雨ね、うん、これは自然災害だね。前座で4期が確かにあるのかな。ハートありがとう、来ないか言ってたもんね、風邪ひいちゃったって。もうコロナやばかったな。ありがとう、ハートいっぱい。暑い、そうだよね、暑いよね。バラありがとう。なんかみんなからもらうバラ凍ってる。え、タコさんも凍ってる。え、みんな凍って、あ、暑いから凍らせてくれてるの、ショールームさん側が。ありがとう、うちは届いた、よかった。コロナきついよね。なんか、おー、ごめん、めっちゃごめん別にあんまごめんと思ってないのかもしれない。ありがとうね。そう、あの、みはるさんがね、配信してんだよね。なんか肩が重い。お迎えはこまち、あー、嬉しい、お出迎え、カッピか。そうそう、土曜日シャイジだったもんね、ヒロカ。確かに、そっか、でもいなかったのか。みんなありがとう。ねえ、何を話そうとしたんだっけ、私。ポキさん、赤ちゃんと、あら、挽回してください、歌唱力一発じゃ足りないのかい、二発目をおかわりしたい。最高、泣いた、マジでずっと泣いてた。もうね、あー、もう見せたい動画を、でもテレビも映しちゃってるからさ、載っけれないから、もう見せたい、みんなに。コマがどれだけ号泣して、どれだけキャーキャー言いながら見てたか。なんか泣いてるし、泣いた。さっきね、弟、コマが怒ったんですよ、久しぶりに弟に。なんかご飯の時間だよって何回も言ってもゲームをやめないから、コマがあの言われたらゲームはやめなさいってちょっと怒ったら結構怒ったら、いじけて外に出ていきました。それをママが迎え来て、不機嫌なままご飯食べてたから、多分ね、プンツカプンツカしてるんだと思う。泣いてる、惚れそうになった、わかる、てか惚れたいいなー、現地でね。で、大塚さん美女マジ良かった。もうさ、リリカさんはさ、もうヒロさんはさ、なんて言うんだろう、ヒロさんはさ、もうさ、もう知ってたじゃん、なんかもう信頼できてた、なんて言うんだろう、絶対になんか私なんかがなんて言わなだろう、なんて言う、何を言おうと最高なパフォーマンスを見せてくれるのは知ってたそんで、リリカさんはそう、同い年のことを痛感しながら見てました、応援してた。最高、本当にうまかった。組だよね、リリカさんの組、なんかさ、ちょっとうますぎ
ったよね。なんかレナさんのとこが獅子の組って言われてたじゃない。でもさ、なんかもう歌唱力伝道って感じの組だったけど、リリカさんのところがなんか新星というか新たな風が吹いてて強いなって思って。多かった本当に。秋吉さんを差し置いてっていう大塚さん本当にびっくりした。めっちゃ上手だったからさ、一発目から、あ、やっぱ秋吉さんってプロやなって、なんて言うんだろう、やっぱりいないとダメなんだなって思ってたから、すごってなったよね。本当にかっこよかった、本当にかっこよかった。もうね、レナさんとイノさんとリリカさん3人に全員に長文のお依頼、長文送ってまた送ってみたいなのをずっとやって、それにちゃんと返してくれるっていう。すごかったね本当に。ねえ来年ね、私なんかが行けるところじゃないって痛感したのと、こんなすごいところに私も行きたいって思ったのと、なんかね結構2つのね気持ちがぶつかり合ってるよね。私が出れるほど、なんて言うんだろう、私が出れるほどの話のレベルじゃないって思った。本当に上手な方ばっかりで、でも最近なんか歌をちょっと聞いたり歌ったりするようにしてます。ありがとうね、ハートと流れ星。そう、優勝された方、お名前な、なんだ、 STU さんだよね、 STU さん、え、いや待って、 STU さんだよね。もうすっごい綺麗だなって言ってた。あれ、あれだよね、僕らタイムフライヤーを歌ってたはずだよね。あれ、それ違う方、もうダメだ、こっちゃになってる。二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの、泣いたりしたその後の空は。リオツンさん、かわいい、本当にね、すごかった。マジで上手だったし、かわいい顔が。大人っぽすぎるね。コマはが緊張顔だからさ。あ、岡村リオさんだ、そうだ。本当にね、上手。声が綺麗。本当に上手だった。でも正直ね、私はやばすぎ、レイナさんと同率1位で、8人に残った方、待って、やばい、長岡のコマちゃん、長岡のコマちゃん会話する。あ、おすすめの部ね。わかんないな。でも公式ツイッター、4期生の公式のツイッターに私のスケジュール、こんな服着るよってのが載ってるから、
行きたいところに来てほしいんだけど、でもやっぱセタンティー間に合うかな。セタンティー来てほしいよね、みんなに力がある、言ってくれるよね。ねね、教えて、レナさんとさ同率1位でファイナリストライブに選ばれた方、そう、村山優里さん、そう、その方が私は刺さった。めっちゃ上手やなって思いました。思ったね、本当にね、刺さりに刺さったね。いや、もしかしたら優勝するんじゃないかと思ったけど、違ったね。わかんないね。ハートとシャボン玉とありがとうね。もう本当に皆さん、なんか予選はなんて言うんだろう、とりあえず決勝に行かなきゃいけないから、自分のうまさが引き立つ選曲なんだけど、決勝となるともう演技だよね、パフォーマンスだった。本当にうまい、うまい、日野さんやばいよね。日野さんとリリカさんだけリハを劇場でしたのを実は聞いてて、歌う曲も知ってたんだけど、まさかあんな顔して歌うと思わなかった。お二人とも本当にね、かっこよかったね。ね、ななみさんのドレスめっちゃ可愛かったし、ななみさんが映える色だったありがとう、くまさん、みんないっぱいありがとうね、くまさん。うん、みはるさんも可愛かった。わかる、もう超興奮したよね、ひろさん歌った時。ななみさんは肌が綺麗、本当に綺麗、ツヤツヤしてる。何のハイライト使ってんだろう、教えてもらおうかな。最近お上品な女を覚えたの、こっちで飲むっていう。めっちゃリップついちゃった。凍ったバラありがとう。今更じゃないし、あ、やべ、分かった、ハイライトいや、こういう風にね流していくね。新しく作った、嬉しい、ありがとう。ペンライトありがとうね、コマの推しから。ごくごく飲んでるところがいい。そんなこと言われたら飲んじゃうじゃん。めっちゃ喉鳴ったんだけど。パーティー、そっか、あ、やべ、
スタッフさんに聞いてない。もう、じゅんさん忘れてた。言ってもらわないと、じゅんさんに。毎日のように。ごま、確認した。ごまって。ずっと言ってもらわないと忘れちゃう、また。最悪。あ、今日聞こう。配信終わったら連絡しよう。スタッフさんに。コラボ配信していいの？日曜昼おいで。そりゃ夜はなかなか当たらんよね。え、確かにまだそうだね、制服衣装に変わってから会えてないね。まつげの弟子の最後、確か私の弟子の最後に私自身も立ち会える。弟子って言わない、大先輩なんだから。でもほんとチュンさんの最後のステージに一緒にいれるのは嬉しい。リリノさんも最後ね、あのいさせていただいて本当に嬉しいです。え、どういうこと？受付変わった？知らないんだけど。桜の花びらたちが咲く頃、どこかでてて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 て、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら。なんだ、受付変わったんだ。なんか連絡も、え、タブレット持たない。そうなんだ。何も聞かされずにどんどん変わっていくからさ、もうえって、ちょっと連絡してくださってもいいのにって、ちょっとプンスカしながら、嘘ですよ、プンスカはしてないですけど、なんだろうなって思いながら。前座うちわ飛ぶ、見つける、ありがとう。昼ね、乱入しませんよ、そんな最後のステージはね、無限にできませんから。流れ星ありがとう。なんか眠い、本当にやばい、課題がやばい、課題がやばい、寝てないの全然だから、課題やばくて、本当にやばくて、ね、寝てはいるんだよ、めっちゃ寝てんだけど、肌ありがとね、日曜持っておいで、夏休みだよ。そう、学校の課題があるの。ありがとうねん、ゴタバラさん。教えに行こうか。あ、遠慮しときます。でも分かんないんだよ、コマはバカだからさ。いや、おバカなだけ。勉強ができないだけ。いや、マジで頭良かったんだけどな。本当にね、わかんない。学校の課題やったことない。あら、留年はできないんでね、さすがに。あの、学費払っていただいてるんで。ユリア絶対わかんないよ。ユリアもバカだ。ユリアは勉強してこなかったです。やればできるよ、絶対あの人は。確かに、チュンさん、チュンさん、チュンさんに助けてもらうかな。え、でもさ、誰なんだろうね、一番 NGT で頭いい人。ゆあちゃんはさ、めっちゃ頭いいけどさ、今まだ中学3年生までの勉強内容しか入ってないわけじゃん。
あーみゆみゆさんだね、それは絶対に。もうなんかここやっぱカーペットとかあった方がいいかな。絶対あーリリカさん、確かに。でもリリカさんもまだ高1だからね。やべ、めっちゃ パジャマを出すっていう数学、あそうなんだ。あ萌えさんね、あ何でもできるな萌えさんって。萌えさんってどこまでも萌えさんだよね。ゆうなさん数学なんだ、あんな国語なのに逆なんだね。おっと、そう、はるかさん今日はお団子ですよ。最近もうお団子にハマってんの。お団子ってどんなに寝癖ついてても大丈夫なんだよ。好きな教科、好きな教科、英語、英語が好きだった、5教科だったら。でもうわ、いって、うわ肩甲骨めっちゃ埋まってる、やばい、ちゃんとほぐさないとな。やば、絶対めっちゃ埋まってる、これはダメなやつだ。英語は本当にね、コマは才能があった。で副教科、全教科合わせたらなんだろう、学活とかじゃない、睡眠時間だからね本当にねやばいの私って。なんか本当に不真面目さんだったのね、あの中学1年生2年生と本当に成績優秀な子だったの。もう学年トップ争いだったわけ、私たち、私はこのトップ争いの中に組み込んでた人間の一人だったわけ。ただもうなんか中学3年生からなんかめんどくさくなっちゃって本当に勉強しなくなりましたね。あ虹色ハンバーグありがとう。勉強しなくなってなんか夜ずっと友達と電話したりスマホいじったりそういうことをして、もう授業時間を睡眠時間として換算していくわけ。あ今日6時間か、じゃあ6時間寝れるから家で2時間ぐらい寝ればいいかみたいな、本当に最悪だったね。ありがとうみんなギフト。先生にはもっぱら反抗、そのピースケとゆうちゃんゆうぽんと先生にはもっぱら反抗して、あのなんかさ寝れない先生っているじゃん、怒ってくる先生、みんながビビって寝ない先生、堂々と寝てました私はもう本当に本当に良くないのは分かってるの、本当にダメなんだけど、ブレザーを普通に寝るじゃんこうやって、その上にブレザーをここかけて起こすなっていう寝たりとか、ワイシャツだと寝にくいからもうその授業始まる前に体操着に一人だけ着替えて寝やすいようにして、こうまたブレザーをかけながら寝るっていう、本当にすいません先生、本当にすいませんでした。もうねダメだったよ、ユーポンピースケコマちゃん、ユーポンはなんやかんやめっちゃ寝たとか言いつつ寝てない人、本当はめっちゃ頑張ってる人。いやピースケは寝れる時に寝るタイプ、怒られにはいかないタイプ。でコマはちゃんと怒られるタイプ。え先生なの？ということは私は一回何それ先生なの。でもねいい子だったよ、すごいいい子だった、
先生に信頼されてた。謎だよね。校長先生、バラいっぱいありがとう。校長先生にね、あなたに生徒会長やってもらいたいって言ってもらえちゃったの。やんなかったけど、あ、私にはできないですって言って、あなたは生徒と教師の架け橋になれると思うって、すごい校長室にまで呼んで説得してくださったんだけど、あのね、ちょっと私はできないですって、他に時間を使いたいことがありますって言ってお断りしたけど、寝たまま次の授業あったっけな。いや、さすがにチャイムで起きてた。おっと、いや、なんか一回あった気がするんだけど、え、もう終わったの、挨拶の時寝てたよみたいな。キャプテン、みゆみゆさんを超えるキャプテンにはなれない。私はそんなね、真面目な人じゃないし、責任感もない。うるせえ、うるさい、本当に。何やってんの私の妹たちは。給食の時間ね、はい、ちょっと給食あんまり好きじゃなかったから、ちょっと急いで食べて、ちょっと寝てた。ずーっと寝てたよ。ただ昼休みと休み時間だけはギャー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 言ってましたね。勉強配信って何？ずっとコマ常に怒ってるよ。わかんないよそれでもいいならぜひさせてください。ありがとうね、ペンライト。でもあれでしょ、教科書とか写したりするのはあんま良くないね、絶対。なんか日向さんの、え、確かに学力テストやった方がいいよね。え、だってさ、学力テストとしてさ、一公演開いたらさ、みんな来る？学力テストイベント、浴衣祭りみたいな感じで、学力テスト祭り、体力テスト祭りとかさ、そういうのあったら絶対来たいと思うでしょ、みんな。そうだよね、需要ありありだよね。絶対やった方がいいって、そういうの。安藤さん、やった方がいいですよとか言って、安藤さんもね、すごく私たちのために頑張ってくださってる。本当にすごいよ安藤さんって。マジでみんなのこと大好きなんだよ安藤さんって。お上品は諦めました。本当にすごい人だと思う安藤さん。ちょっと肩痛い、マジで背中と肩痛い。ちょっ、なんでだろう、覚えたからかな。今日腰じゃなくて背中に来るの珍しいな。そう、何でも頑張る方だね。目の前で水飲んでるとこ見てみ、
いつでも飲んでるからいつでも見れると思うよ。タコさんありがとう。やばい、もう15歳が終わる。お誕生日プレゼント何にしよう、全然決めてない。ありがとうね、小判。受付の時なんて受けるんだけど、ありかな。みんなに飲んでほしいって言われたので持ってっていいですか。君にもっともっと輝くから。かわいいハスキーちゃん。とっと確かにヒロさんからの絵楽しみ。でもその忙しかったら全然私のだけ描かないとかも全然ありだからさ、自分の体と事情を優先してほしい。え、今日でしょ、あおちゃん誕生日。え、昨日だったの。めっちゃ今日だと思ってお誕生日おめでとうって言った。ごめん、あおちゃん。あおちゃんごめん。そして今日間違えて誕生日おめでとうって言ったにもかかわらず、ありがとうってニコニコ笑顔で返してくれてありがとう。めっちゃ今日だと思ってる。次がコマ？違うか、ヒロカか。ひろかさほちゃんコマか。どうしよう。怒んないわ。どうしようかな、誕生日プレゼント一個ね、ジルスチュワートのラメが欲しいのがあって、それしようかな。あ、そっか、カエルさんも。でもなんか欲しいものがあんまないんだよね。現金ねえ、でもプレゼントだからね、なんか申し訳ないというか。でもなんかママと買いに行きたい、ママとお出かけしたい。あー、スマホショルダーめっちゃ欲しいわ。なんかさ、買ったんだけど使ってたじゃん、めっちゃ可愛いの、お花のやつ。ちょっと汚れちゃって、汚れてきちゃって、ちょっと新しいのが欲しいっていう。バラありがとね、流れ星ありがとう。パパとママにおねだり、おねだりするよ、お誕生日プレゼント決まったら。ママ一緒にお出かけして誕生日プレゼント買いに行こうね。そう、長いストラップじゃなくてスマホショルダーだったの。だからスマホショルダーが欲しいかも。でしょ、スマホショルダーにしようかな。服が欲しい。でもなんかさ、普通の人、なんか普通が嫌なんだよね、私は。
なんかね、買ったけど使ってない。マジ？スマホショルダー？え、レディースじゃなくて、レディース？私使えるやつ？やばめっちゃさ唇乾燥しちゃった。このリップてかね、化粧のリップ塗るとね大体ダメなんだよね。悲しい。もう唇ガサガサになるとすぐ皮むけちゃうから嫌なんだよね。このなんか皮むけるのはもうしょうがないんだけど、そうなるとあれになっちゃう。リップが浮いちゃうんだよね。プルプルだったの、すごいブルブルだったけど、配信のためにこれを塗るから。色付きを塗っちゃうとねもう乾燥しちゃうんだよね。宿命だねこの仕事の。そう、携帯ストラップめっちゃ大きいやつだったの。え、どういうこと？でかい、ないって。そう、可愛くしたの。いいリップ見つかりましたよ。これはね、これはね、あの配信用、配信はねちょっと色が変わって見えちゃうからね、正直ね何の色使ってもね変わらないんだよ正直ね何の色塗ってもねなんかちょっと同じ色に見えちゃうから、公園とかでは違うの使ってます。あのちょっとお高いやつちょっとお高い、みんなと一緒にみんなに会うときはちょっと気合い入れてちょっとお高めのやつをね使ってますよ。そうだから、だって、あ、でも壁の色も、あ、でも壁の色がちゃんと反映されてるの。いや肌かな、でも肌やってないんだよな加工。どうなんだろう、唇色ちゃんと反映されてんのかな。ね、大騒ぎですね本当に。言ってきたんだよ配信するとき、今から配信するから1時間はちゃんと静かにしててねって。いつもねえねえ怒るけど、そういうことじゃないんだよね。オフラインのでもちょっと、もちろんもちろんそれは勝負時ですから、みんなに会えちゃう。ルーズソックスじゃないわ、ジャージでも新しくなった。あ、ごめんなさい、そんな下品なことはしないで、こまちゃんありがとう。パフェでも見せたかったの、みんなに。ほら新しくなったの、この靴じゃない服が。新しいジャージです。てかね、レッスン着がね結構ちょっと新しくなったね。サフォカッピが連続なんだよね。かももちゃんも8月だもんね。やばいね、8月多すぎ。4期そう、レッスン気合入る。早くね、みんなと初日を迎えたいですよ私は。でもさ、ヒロカのヒロカコールがあまりにも大きすぎて、あれ超えるの無理だよね。古いレッスン業オークションする、すごい儲かっちゃうからすぐ来るとやっぱよ嬉しい、面白いし。なんかねえ、初日ね、どうなるんだろうね次に新潟行くのはこまちゃん初日。かわいい、
ありがとう。コールはゆうたんが一番。どうなんだろう。歌中？歌中は分かんないけど、あの、たかしコールは一番大きいね、確実に。たかしが一番可愛いよっていうのは一番大きいね。何してんの？マジで妖怪？こうじゃん、信じなくて。貯金して。で、今アクションカムいたよね。そう、すごい熱狂的だよね、たかし。8月10日、ある劇場があるかないかみたいな。多分ね、リリースとかの関係上ね、急に予定が入ったり抜けたりっていうことが本当に多いから、この業界は。だから、やっぱり、もうみんなに言って、やっぱやめますみたいなのはさ、できないからね。ちょっと付き合って NGT に。ハートありがとう。あるよね、8月10日公演あるよね。生誕したこれあるね。そうだね、くしゃみでそう。カップリングって MV ある場合があるの？とかく分かんない、何も知らないわ。ありがとう、誕生日とか送ってくれる。あったりなかった。うるさいよ、ちょっと静かにしてって言ったでしょ、ちょっとうるさいよって怒ってます。ねえ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 、怒るよ。本当にね、いつもいつもうるさいながら。全然気にならないから、ね、優しいね。そうね、優しさのもさ、あ、でもあれはなんかね、ショールームのあれだったからね。かわいい、ありがとう、バラありがとう。ほんとに配信終わったらうるさいって言うかも。なんで静かにできないのっていつも言ってる。いつも静かにしてって言ってるのに静かにできないんだよ。しょうがないよね、しょうがないよね。いつになったら落ち着くことだよ。きっと数年後にはさ、私がうるさいって言われてんだろうな。喧嘩してんだけど、ちょっと喧嘩気味になってきてるし、本当にいつものおたけけすぎるね。受けるなぁ、なんで大竹家ってこんなにうるさいんだろう。どうなの、他のちっちゃい子もこんなにさ騒がしいもんなの？うちの子しか知らないから知らないんだよね。楽屋は人気生さん。そんなうるさいと思ったことないけどな。まあ、いやでも、いや、大塚さんのテンションが高い日は本当にずっとにぎやか。で、それにタイミングよくカエリさんとヒノさんが乗っかったらもう大変なことになる。
でもそういう時が大好き。オンラインの時やば、それは大変だね。我が家のゼロさん、そうだよね。赤ちゃんは泣くのが仕事って分かってはいるものの、ママも辛いよね。頑張ってる、偉い、本当に偉い、偉いと思う。ひのさんとかえりさんはね、なんか一回ね、コマ、ひの、コマ、かえりさん、ひのさんみたいな、でずっとここで話してて、すごい会話が飛び交ってて、ゆうなさんと二人で爆笑してた。やばい、二人の会話すごいって。28日にパーティー公演当選、お会いできるよ、お会いできちゃうよ、楽しみだね。そう、だいたい2期生さんがめっちゃテンション上がって超ふざけてるところにゆうなさんの大爆笑の声が聞こえるっていう。うるさい、本当に本当にうるさいんだけど。元気だね、うちの子は。でたまにゆうはさんがそこに大塚さんに無理やり引っ張られて、あのわーってなってるっていう。パーティー、すべてを忘れてパーティー、体動かしちゃえパーティー、もじもじしないでパーティー、夜はこれからだよ。一期生さんはもうね、あのね、大人、落ち着いてるって感じ。二期生さんもめちゃめちゃ大人なんだけど、一期生さんはなんかもう眺めてるって感じ。パーティー公演は出演しませんよ。私は出演しませんよ。4期生のことリサーチ、リサーチ、なんか喧嘩してんだけど、さっきまであのギャハハ言ってんのに。ほんとに、なあ、ずっと仲良くしてくださいよ。うん、8年前楽しみ。あ、ノエさんがいた時代とかやばいんだろうな。ちょっと見てみたい、ノエさんがいた頃の楽屋。そう、イキセさんはソファーで落ち着いて見守ってる感じ。おい、大丈夫じゃないわけないでしょ。ありがとう。フラインコスプレしていってもすごっ。ぜひぜひ。生写真売ってました。うん、売ってるね。
購入予定じゃないの。ちいかわフル装備受けるんだけど、ひろか大喜びじゃん。おわっしーさんと、こうちゃんちいかわにすっごい一人だけ可愛くなくて浮いちゃうよ。全然ちっちゃくもないしか可愛くもないから。ちいかわってどんな声するん。うぽちゃむしかわかんない。うぽちゃむ、うぽちゃむ、こメニューのここからここまで全部ください。食べれるちゃむ。食べれるちゃむでしょ。あ、なんか今日うぽちゃむっぽいじゃん。これが食べれるちゃむ。あ、違う、これはおパンチュ、おパンチュの方チャム。なんで、でもウポチャムじゃない。ありがとうね、パフェ。これはね、ちいかわですらないの。私もちいかわ全然わかんないから。かちかかかかかかかちかち割れかち割れみたいなのいなかったやばい、ご安全に。わかった、安全装備しとくね。ありがとうハート。うん、声丸ぎ声だね。名前と小学校の名前とかだけは絶対言わないようにって言っとかないとな。自分の名前も言わない方がいいよね。あー、ちゃんと言っとこう。それは本当に私八割れか、八割れじゃないんだ。私が私の活動してる上で何かリスクを負うのは仕方のないことだけど、妹が置くのは違うよな。おせんべいか。もうそろそろかな。今日はあれ見ないと。リジュルハンバーグありがとう。めっちゃあくびでそうでも。今日はまずラグビーの試合を見て、その後明日に備え、明日の甲子園の決勝に備えます。あー、どっち勝つんだろう。はい、私は、あ、甲子園じゃない、新潟の決勝に備えます。どっちが甲子園行くんだろうね。そう、柏崎も行き、そうだね、花火あるね、見に行きます。いいじゃない、ハートありがとう。そうね、タイアップさせていただいて本当にありがたい話ですよね。すごい忙しいね、 NCT の夏はまだまだこれからですよ。よいしょ、壇上読むかな。よいしょ、ねえ楽しみだね、 NGT の花火。よいしょ、13位おじょさんありがとうございます。12位ワンワンさんありがとうございます。11位ケイトさんありがとうございます。10位 TT シアさんありがとうございます。
9位プンちゃんさんありがとうございます。8位まるちゃんさんありがとうございます。7位はねどりさんありがとうございます。6位てつおさんありがとうございます。5位かきのぞあいさんありがとうございます。よいしょ。4位りょうさんありがとうございます。3位りかちゃんありがとうございます。2位コスモスさんありがとうございます。1位りゅうさんありがとうございます。ありがとうねみんな本当に体調だけは気をつけて、おやすみね。またねー、バイバーイ。よいしょ。